ズルツバッハ上プファルツズルツバッハは、かつて存在した神聖ローマ帝国の両方の一つ。現在のドイツ、バイエルン州アンベルクズルツバッハ軍を中心とする一帯に存在し、プファルツ系ビッテルスバッハ家の氏族が治めた。プファルツズリツバッハは、1569年のプファルツツバイブリュッケン公、ボルフガングの死により、プファルツツバイブリュッケンより生じた。彼のは、 ボルフガングの息子、オットー・ハインリヒが統治した。1604年に、オットー・ハインリヒが後継ぎを残さずして死ぬと、プファルツ・ズリッツバッハは、兄のプファルツ・ノイブルク公フィリップ・ルート・ビヒの所領へ、編入された。1614年のプファルツ・ノイブルク公、フィリップ・ルート・ビヒの死により、その息子アウグストが、新たに、プファルツ・ズリッツバッハを起こした。彼の地は、 バイエルン選定校と2分された。西方は帝国都市ニュルンベルクに接し、東方はボヘミア王国に接した。アウグストの後を継いだクリスティアン・アウグストは、寛容な君主で、個々の宗教の信仰を認めたり、シムルタネウムを導入したり、1666年にユダヤ人が定住するのを認め、印刷業を設立した。プファルツ選定校カール3世、フィリップの死後、 クリスティアン・アウグストの後継者のプファルツ・ズルツバッハ・バフ派、コーマ、先定校くらいを継承するのは明白であった。しかし、それが実現したのは1742年、カール・テオドールの代であった。ありがとうございます。